皆さんこんにちは、ピジマです。今回はですね、ジャスパスデックさんのですね、イージーブリッジディスプレイっていうですね、カードヒストリーなんですけど、まあこちらね、冒頭でやった、これですね、こちらのですね、クローズをですね、ちょっと個人的にですね、作ってみたので、そちらの方をですね、今回解説させていただこうかなと思います。で、ご本人のですね、こちらのカードヒストリーの解説はですね、概要欄に載っけておきますので、まあクローズのやり方が違うというだけなので、どっちも見ていただいてですね、好きな方ですね、覚えていただいて、なんかの参考にしていただければなと思います。ということで、トンタンでいきましょう。はい。相変わらず面白いデックです。はい。はい、それではこちら側から解説していきます。めちゃめちゃ簡単でございます。まずですね、デックの半分をアッパーカットして、左手にこうやって回転させながら渡します。で、また半分をですね、アッパーカットするんですけれども、この時に左手のですね、中指、薬指、小指があるんですけど、こういう風な狐さんにしていただいて、ここに挟みます。こんな風に。そしたらですね、左手のこことここら辺を使ってですね、まあ、半分ないしは少しだけこのように取っちゃいます。こんな風に。こんな感じですね。で、この取り方なんですけど、くるんとやったら、このまままたこう挟むのではなくて、またアッパーカットをしたら、今度はこういう感じ、こういう回転をしながらですね、挟むっていう感じですね。まあ普通にやると、パッてやったら、あ、こっちじゃなくてこっちを渡すんだよね。あ、なってたか。そう、こういう感じで渡して、ここ、取ります。で、小指と、ここで保持します。そして、この状態でディスプレイっていう感じですね。すごい簡単ですよね。こんな感じにしたら、今度、クローズはですね、ヒューッと戻したら、こちらのパケットをここに戻します。で、その後ですね、伸ばしたら、ここのパケットをですね、下に、あ、スローだとむずいな。こういう感じで入れます。で、こちらのパケットはですね、下からビュー。こんな感じでクローズっていう感じですね。まあ、大まかな流れはこんな感じです。はい、流れでやると、アッパーカット。でもう一回アッパーカットで、こちらを掴む。ディスプレイで、こういう感じで戻すっていう感じでございますね。まあ、やってみるとね、結構簡単です。あと表側、あ、表じゃない、これ裏だね。裏のデザインをディスプレイしたいときは表側から始めると最終的に裏のディスプレイが見えるっていう感じでございますね。で、こういうディスプレイはね、裏を見せた方がいいので最初は表スタートかなと思います。で、まああとはですね、プチネタとしてこうやった後に、これ縦なんですけど、横にシュッと一回ね、ディスプレイを変えて、で、クローズっていうのもありますね。はい、とっても簡単でございます。まあ名前がイージーブリッジだからね。で、多分もしかしたら一番難しいのはこのクローズの時のここかもしれないですね。これ人差し指こう上げて、で、こういう風に戻すっていう感じなんですけど、まあ慣れたら簡単だと思うんですけど、一番最初は難しいかもしれませんので、そこをですね、ぜひ練習してみていただければなと思います。で、最終的にこう1枚しかね、取れなかったとしても一応ディスプレイにはなりますので、大丈夫だと思います。で、ここは人差し指上げます。で、これスローできないですけど、こういう感じで、戻すという感じでございますね。ピントがやったと。はい、簡単ですが、一応こちら側からもご紹介していきます。半分アッパーカット。で、アッパーカットしてこちらを挟む。で、小指とこの腹を使って挟みます。で、パッ。っていう感じのディスプレイですね。で、ヒュッみたいな感じで、ここをね、4つ正方形に作ってもいいかなと思います。で、戻す。で、こちらも戻す。で、人差し指上げて、こんな感じで下に戻すと。で、あとは、下をくぐしてこのようにエンドでございます。とっても簡単でございます。ウェイ。
はい、ということで今回ジャスパスデックさんのですね、Easy Bridge Display のちょっとですね、エンドムーブを変更したバージョンのご紹介でございましたが、いかがだったでございましょうか。噛みました。はい、まあ、こういうディスプレイ系なのですね、まあ、いろんな柄のトランプでやるとですね、面白いフラリッシュがカーディストリーなんじゃないかなと思いますので、何かの参考にしていただければなと思います。はい、ということで短かったですけども、今回もご視聴いただきましてありがとうございます。もしよろしかったら高評価、またチャンネル登録じゃないや、間違えたよ、高評価また低評価の方をしていただくとですね、動画の参考になりますので、どちらかをぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、また次回のカーディストリーなんかでお会いしましょう。バイバイ。キラキラ鏡、くれます。